県は、新型コロナウイルスの感染者が新たに一人確認されたと発表しました。感染者が確認されたのは2日連続です。県は、今日午前10時までに新型コロナの検査を311件行い、新たに野々市市の20代男性が感染したと発表しました。男性はおととい発症し、きの陽性と判明、症状は軽症だということです。 なお、感染経路は分かっていません。感染者が確認されたのは2日連続となります。